スーダンの内戦についてこれまでに400人以上が死亡して、その民政化に向けた動きというのはもう実際は逆行していたと。ダルフール紛争全面的に支援をして作った軍隊がこのジャンジャウィードで、東西にさらに分裂するという。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました越境 3.0 チャンネル、本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内からです。森岡セミナー&コーヒー座談会開催、激動の世界第三世界の勢力図ということで、こちら事前申し込み制、30名様少人数ですね、限定となります。6月10日13時スタートです。詳細と申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。そしてドルと原油と世界経済2023最新バージョン、広島で開催します。6月の17日土曜日、為替アナリストのちょいわれ先生と私石田和康でお届けします。広島の皆さんぜひご参加ください。そして福岡開催が加わりました。越境 3.0 世界の課題を考察、俗日本人が知るべき2023年の中東情勢、福岡初開催、越境 3.0 チャンネルとしては初開催となります。6月18日日曜日の開催です。福岡の皆さんお待ちしております。盛岡、広島、福岡の皆さん、お待ちしておりますのでぜひご参加ください。詳細とお申し込みは概要欄のリンクの方からどうぞよろしくお願いします。そして本日のテーマはスーダンの内戦について解説していきたいと思います。今スーダンが大変なことになってます。スーダンの軍とその軍の傘下にある準軍事組織が激しく対立衝突しているという。アフリカのスーダン、エジプトのすぐ下の国なんですけれども、僕もまあこれまで6回ほどスーダンに行ったことがあってすごい大好きな国なんですよね。でそのスーダンで、まあ、内戦が今起きていて、でこれまでに400人以上が死亡して、世界各国の政府が自国民を国外に退避させるための動きが、救出活動が進んでいるわけですけど、日本でもね、自衛隊機がジブチからエチオピア経由でスーダンに入って、まあ、40数名の日本人を救出というニュースが流れてますけど、僕もまあスーダン人のお友達いっぱいいますし、このチャンネルでもねスーダン人のムハンマドさんなんかも何度かこのチャンネルにも出ていただいたんですけど、まあ友達がね結構たくさんいるんで心配になって、まあダイレクトメッセージとか送って大丈夫と、そのような感じで何人かにまあ消息確認したんですけど、ムハンマドさんは今ちょっとサウジアラビアに避難していると。で他の人はね、まあ、ハルツームにいるんですけど、まあ、つながる人も既読にならない人もいて、まあ、ちょっとと心配だなという、そういう状況なんですけれども、まあ、スーダンで一体何が起きているのか、この軍の内部で衝突しているということがどういうことなのか、それを詳しく解説していきたいと思います。まずこのスーダンという国、まあ先ほど言ったように僕も大好きで、まあなんで大好きかっていうと、まあものすごい親日家が多くて、ハートオブアフリカと言われている通り、まあスーダンというのはアフリカの心臓部にあたるという、そういうアイデンティティがあって、外国からのお客さんに対してものすごい優しく接してくれる。まあとにかく優しいんですよ。で僕もいろんな人に優しくされて、まあご飯ご馳走になったり、泊めてもらったり、もう場合によってはそのお金が足りない時にお金出してもらったりとか、まあ車でまああちこちまあ連れてってもらったりとかね、まあとにかくスーダン人にはよくされた思い出しかなくて、まあ、本当にまあスーダン人ハートオブアフリカという、まあ、このスーダンという国は、まあ、エジプトの下アフリカの北東部ですね。人口4500万人余り、世界最長のナイル川という川が、まあ、皆さんご存知のナイル川流れてるんですけれども、国土は日本のまあ大体5倍ぐらい、アフリカの中では3番目に大きな国で、まあ、天然資源も豊富ですね。もともとスーダンという大きな国があって、それがまあ南北スーダンに分離独立して、で石油資源はその8割を南スーダンにその石油資源持ってかれる形になって、石油の量というのは今のスーダンっていうのはだいぶ減ってしまったんですけれども、まあ、それでもまあ産油国であり、まあ、金とか希少金属とかそういう天然資源も取れる国で、でオペックプラスのメンバーでもあるんですよね。でそのスーダンという国が石油以外のまあ産業というのも実は発展してきていて、経済発展をしていたんだけれども、まあ、独裁政権によってその発展によるその所得が国民にうまく分配される機能が働いてなかった。例えばスーダンというのは青ナイル川と白ナイル川という2つのナイル川が合流する地点にあって、それが大きなナイル川となってエジプトのアレクサンドリアに注ぐという、そういったまあところにある2つのナイル川、異なる水質、異なる水、異なるまあ土壌の青ナイル白ナイルっていう2つのナイルが合流する地点にあるので、ここの水と土の栄養価がものすごい高いので農業に非常に適している。アブダビ投資所の人間が言うには、灌漑農業のポテンシャルが世界で最も高い国と、まあ、そのように言われ
われているのがこのスーダンの、まあ、特に首都ハルツームというナイル川合流部分なんですよ。でそういった農業のポテンシャルを感じて、サウジアラビア、UAE、カタール、クウェートといったそういった同じアラブ圏のイスラム教のアラブ民族の湾岸諸国の国々が、そういう国の政府系ファンドがスーダンに莫大な投資を始めたというのが南北スーダン分離独立された以降なんですね。でそれで、まあ、アラブ諸国の、まあ、たくさんの投資が入って、で特に農業開発、インフラ開発、資源開発、そういった分野で、まあ、湾岸諸国の投資がたくさん入って、まあ、スーダンはものすごい勢いでいろんな開発が進んでいくわけですけど、で僕も6回ほどスーダンに行った中で、行くたんびに街の景色が変わるというぐらい新しい道路ができていたり、新しいナイル川の鉄橋できていたり、何もないもう広場だったところにでっかいショッピングモールができたりとか、まあ、そのような、なんか明らかにスーダンは発展しているなというのをすごい感じたんですよ。有名なところで言うとね、あの一時期カダフィの卵と呼ばれた有名なあの卵型をしたスーダンの高級ホテル。まあ、僕もスーダンに行くと毎回このホテルに泊まるんですけれども、もうこれはもうハルツームの街並みのもう周りのどこからでも見える青ナイル川沿いに立ったこの卵型のホテルがね、カダフィの卵と呼ばれたもので、もともとはリビアのカダフィ大佐がポケットマネーで作ったホテルと言われていて、まあそれがリビアカダフィ政権が倒れてから UAE のコリンティアホテルというところが買収して、まあ、新たなホテルとして生まれ変わったんですけど、まあ、これに関しては、まあ、過去にも動画流してますんで、こちらの動画ぜひご覧いただきたいと思います。でそういった諸外国からの投資、まあ割と入ってるんですよ。もともとアメリカの経済制裁されていた頃というのは中東湾岸諸国とかトルコとかあと中国、ロシア、そういったところから、まあ、たくさんの投資が入って、で南北内戦が終わった後でそういった農業のポテンシャル、天然資源のポテンシャルで、そしてスーダン自体は天然資源に依存しない経済を作っていかなければいけないと、まあ、8割の石油を南に持っていかれたので、石油に依存しない新しい産業を作ろうということで、まあ、中国の技術支援で、自動車工場なんかもあるというね、メイドインスーダンの自動車が走ってるんですよ。ジアードというブランドの自動車なんですけれども、まあ、その工場がスーダンの、まあ、ハルツームにあって、で僕もその工場行きましたし、ジアードのショールームに行ってメイドインスーダンの車をね、僕も試乗したことあるんですけれども、まあ、全然普通にちゃんと走る車ですよ。日本車とまあそんなに変わんない、試乗した感じではそんなに変わんないような乗り心地のいい SUV の車をね、自分で運転して試乗したんですけれども、そういった製造業なんかも発展して、でまあ農業も発展して、で最近では観光にも力を入れ始めたということで、明らかに街の景色は変わっているし経済成長しているんだけれども、まあバシル政権、バシル大統領の独裁的な政権がずっと続いていたので、国民にうまく所得が分配できずにちょっとおかしなことになっていると。それの引き金を引いたのが2019年4月のパンの値上げが3倍になったと。パンや燃料の値上げに抗議する市民のデモをきっかけに軍がクーデターを起こしてバシル大統領を倒した。でまあそれで、まあ、クーデターが起きて軍事政権が始まったということなんですよね。そのクーデターの後、暫定統治を続けていた軍が民主化勢力との共同統治を行いますよということで、一応話し合いの上では合意してるんですよ。で2019年以降のそのクーデターによるその軍事政権が徐々にこの民政化に向かって、まあ、進んでいくという、そういう流れに乗っていたんですよね。でもこの軍のトップであるブルハン氏が、まあ、この統治機構を率いていたわけですけど、経済学者のハムドク首相の下で、まあ、民政化の移管を進めていることに一応なっていたんですよ。でブルハン氏っていうのはこちらの方ですね。まあちょっと怖そうな方ですけど、この方がスーダン軍のトップ。この人がまあ民政化に向けて、まあ少しずつまあ動いていた。で、いろいろと模索を続けて動いてきたんだけど、まあその民政化に向けた動きというのは、もう実際は逆行していたと。軍と民主化勢力の対立というのは、もうさらに一層表面化して、で、2021年10月に、軍隊が再びまあクーデターを起こして実際の実権を握ることになって、ブルハン氏をトップとするまあスーダンの統治の下で、まあ民主化運動のその抗議デモがあっちこっちでも毎日のように起きてるんですけれども、そのデモへの弾圧が、軍からの強い弾圧がずっと続いているという、まあそういう状況が続いていたと。でまあこれはやばいなということで、まあ国連なんかも仲介に入って民政移管に向けての協議がまあ進められていたんですけれども、この中でこの軍の再編をしようという、まあ、そういった動きがあったわけですね。でこの軍の再編を含むそのそういった内容に強く反発したのが、今回スーダン軍と対立をしている準軍事組織の RSF という、
まあ、即応支援部隊と言われているんですけど、この RSF の前身はジャンジャウィードと呼ばれている民兵組織なんですが、このジャンジャウィードというのはおよそ30万人が死亡したこのスーダン西部のダルフール地域で行われていたダルフール紛争、このダルフール紛争が元にこの組織の立ち上げのまあきっかけとなったわけですけれども、当時のバシル大統領が反対派を弾圧するために全面的に支援をして作った軍隊がこのジャンジャウィードで、その後準軍事組織として軍の傘下に入って、今10万人の軍隊がいて、まあ結構大きな組織なんですよね。でこれがスーダン各地に軍事基地を持っているんで、結構スーダン国内では大きな影響力を持っています。スーダンの軍というのがこの元々の国軍と RSF の二重状態になっているというのを、これを統合して単一の国軍にしましょうという、まあ、そういう取り決めがあって進めていたところなんですよね。でその中でこの権力闘争が起きたということです。それが今回の内戦につながっているスーダン国軍と RSF の権力闘争、どっちが国を支配するのかというところで要は喧嘩しているわけですよ。 RSF というのはもともとこの西部のダルフール地方出身の民兵組織なんですが、まあ、今はこのハルツームとかそういった都市部での治安とかデモを弾圧するときにも使われているんで、まあ、各主要都市にまあ基地を持っていて、実際のところは全国展開しているほどそれほど影響力がある準軍事組織なんですよね。でそれらが一斉に今立ち上がって、まあ、この数日間で大統領官邸を襲ったり、であとはまあ空港とか病院とかラジオ局テレビ局とかそういったメディア関係を占拠して、まあ、結構大ごとになっていると。首都ハルツームではまあ国軍が主導権を取っている一方で、 RSF というのは、まあ、彼らの出身地は、まあ、ダルフールなので、まあ、ダルフールの方に血のりがあって、まあ、力を実際持っているんですけど、まあ、そういった首都ハルツームを中心とした国軍とダルフールを拠点とする RSF とが、まあ、この2つが対立して内戦が続いていくということが、まあ、今後考えられるわけですよね。これ最悪のシナリオを考えると、スーダンというのはもともとアフリカで一番大きな国だったんですよ、まあ、それが2006年の南北内戦終結によって2011年南北その分離独立して、南スーダンが住民投票によってスーダンからの分離独立を希望して、それが決定して、で南スーダンとスーダンに分かれたという、まあ、それが2011年なんですけど、でそしてまあその分裂をしたさらに今北のスーダンが今度RSF が主導するその西部のダルフール地域と、首都ハルツームを含むその国軍が支配する地域と、この北のスーダンが今度東西にさらに分裂するという、まあ、これが最悪のまあシナリオになるんではないかなと思うんですけども、まあ、スーダン、アフリカで一番大きな国だったのが南北に分かれて、今度南北の北のスーダンが東西に分かれてと、もうアメーバのようにね、こうやって分かれて分離独立していくという、なんかそういった今流れになってるんではないかなと。その軍がクーデターを起こす前に独裁政権をしていたバシル大統領、そのバシル大統領の前の前の大統領、その方が僕すごい仲良かったんですけれども、その当時のスーダンの暫定軍事評議会の議長、アブドゥルラハマン・スワル・アル・ダハブ元大統領ですね。でこのアブドゥルラハマンさん、もうご高齢で 2,3 年前でお亡くなりになったんですけれども、僕この方に何度かお会いして一緒にご飯とかも食べたことあるんですが、なんかまあスーダン軍のトップだったんですよね。彼はもともとスーダン軍のトップで暫定軍事評議会のまあ議長ということで、バシル大統領の前の前のスーダンの大統領でもあったんですけど、そのスーダンの元大統領、実際お会いするとね、すごい優しい方で、本当に日本が大好きで親日な方で、で日本語も一生懸命、ご高齢なのに一生懸命勉強しているという、まあ、そういった方だったんですよ。で、まあ、アフリカの中でも、まあ、結構大きな財団を率いていて、スーダンだけではなくて、アフリカ各地で病院とか学校とかを、その財団の資金をもとに作っていたということで、まあ、結構アフリカの貧困を撲滅するためのいろんな運動をされていた方が、アブドゥルラハマン・スワル・アル・ダハブ、元大統領。まあ、実際こういう方にお会いして、いろんなお話を聞いてきたのでね、なんかこの今のこのスーダンというのが、このような形になっているというのが、非常に心痛まるという、まあ、僕自身もまあスーダンとはね、いろいろと関係を持たせていただいたので、まあなんとかこのスーダンという国がまあ治安が落ち着いて内戦も終わって、
で、まあ僕の友達を含めて、まあスーダン人がね、あの平和な生活ができることを一日も早く訪れることをまあ願っています。またスーダンに関してあの新しい情報が入りましたら、こちらの方で配信していきたいと思います。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、Here we go!世界とつながりたいあなた待ってます。